だと1300メートル、はい、が、発走後に上り坂、ここが上り坂、ああ確かに上ってる、発走後上り坂でコーナーまでが短いと、うん、もう全然ペースは上がらないし、しんどそうですね、ね、先行が JRA 唯一の距離、1300なんかないもんね、裏は1003ぐらいしか知らないで、まあ、先行力のあるスピードタイプがなだれ込むことが多いっていう、そりゃそうだろうなっていうね、だってね、スピードないやつ、先行力ないやつが行ける距離ではないんで、で、まあ、ダートコースの特徴として、うん、ここ芝と同じようにここに上り坂があるんだけど、はいはいはい、実はダートコースの方が直線の高低差が、芝は2メートル、下と上の高低差2メートルだけど、ダートは高低差 2.4 メートルで、ダートの方がきつい、きついらしい、そのイメージは全くないなですね。ってなるとよりやっぱ先行できた方が、直線は長いけどちょっとダートの坂はきついらしい。あ、そうなんですか、うん、ダートで坂きつい、それが一応、東京のダート1300メートル、はいはいはい、という感じです。まあ内枠有利、まあそう思いますね、うん、1400、1600が得意な馬よりは、まあ、1002が強かった馬の方がいいかな、うん、ちょっと延長なんですね、だそうです。はい、思い出を語ってもらいましょうか1003の思い出、これ重賞はないんですか。重賞はない、なもないんですね。重賞ないし、ここ狙う馬ってねがいないんだもん、東京1003を目指してる馬がいないんだもん。1004試して無理、1002はなんかきつい、うん、でももう未勝利とかの時にで使うんですねこれ本当に使うのかな。でもいきなり坂やから、そう、何かね、うん、うちの先行馬と外の先行馬ってだいぶ、いやもうそうですね、しんどいし、でもこれは本当うち先行馬を買っといたらっていうぐらいのイメージじゃないかな、ね、で予想の仕方は地方とか似てるよね。あ、そうっすね、地方もそうだね、確かに、うん、うち先行馬買っときゃいいみたいなの